お、後ろからエライド来てるぞ。何何もう本当にね、いつかいつか埋める。画面の前の皆様こんにちは、ベルクラです。そしてしのべさん、はい、しのみわです。来ましたね。久々にまた息が合わない感じで、だいたいね、だいたい息が合わなくても、ね、まあいいじゃないですかね。もうそれを個性にしていけばやはりね、前向きだな、うん、遅刻も30超えたら個性って言いますから。そうなん、初めて聞いた。そう何でもね、うん、やっぱ年を重ねていけばどんなネガティブなこともね、おお、ああ、まあ、なっていくということですよ。そうか、息が合わないのも個性になっていくと。ああ、なるほど。いうことです。はい。そんなわけで、今回、ネザーを前回ね、うん、攻略というか、到着したんで、そうだね、たどり着いた。やっとたどり着いた。やっとたどり着いて、だからそこに一旦戻って、はい、で、ネザーをちょっとまあ散歩しようじゃないかと。うん、長かったよね、前回覚え起こすと。めちゃくちゃ長かった、うん、どう言ってたっけこれと、ね、一応分かりやすいようにあ、封してくれてた。そうで、うんうん、行けるところだから、ここ、うん、この道をまっすぐ、このまっすぐ、もう迷子になりそうな感じ、そうね、ほんとね。でやっとここの地中だっけな、地中深くから脱出して、うんうんうん、なんかもうマグマの大海原みたいなところに出たんだよね、うんうんうん、ものすごかった、うん、でそこでじゃあちょっと冒険していこうかみたいな、うん、なんかすごいダメージの音聞こえるけど、あれ恐ろしい話ですね、この音ね。なんだろうこれ、なんだこれ、やめてもらえませんかね、こういうの。何かが薬草用意しとこう、ちゃんと持ってる、ま、た持ってますね。溶岩の予感大丈夫かな。大丈夫でしょ、この辺周りは溶岩だけども、上に上がるまではちゃんと安全保障されてるはずですから。確かね、危ないのは危ないですけどちあれさなんかあれさ、前回掘っててすごい溶岩来たじゃん、はい、ああ、来た。ベルクラさん越し、ウィンシルドス。なんですってベルクラさん越し、封印しようとしてた。ああ、私、もろとも、ね。そうそう、もうなんか。私、もろとも、ほんとね。もうなんか、しょうがないよね、みたいな。気づいたら、どこも行けなくなってましたからね、前回。あれっていう。こっちに来るとか思って。なんか、おかしいなっていう。生きてんのかと思ったら、もうすごい燃えながら。いやあれね、薬草持ってたからいいですけどね。ターミネーターみたいになってたじゃん。いやもうターミネーターですよ。めちゃくちゃ怖い。半分ターミネーターです。目赤いし、目じゃないわ、それ唇だったもん。まあ、小学校の頃ターミネーターごっこやってました、ね。ターミネーターになりきってどんな痛みを耐えるっていう。なんだそれ。そういうやつやってました、ね。なんかちょっと遊びも、お、うん。ゾンビピックマンいるね。おお。まあ、攻撃するまで何もやってこない人ですね。そうな、普通にマイクラにいるネザーの人ですね。なんかでここの先にさ、これ何、これこの鳴き声何、何か下に今キングスライムみたいのいるよ。あ、なんか下ほらでっかい緑のお化けいる。何あれ、怖いよ、なんかここめっちゃ怖いんだけど。でっかい緑のお化け。アメーバじゃないな。あ、でもキングスライムの崩れたやつみたいな。ああ、あれだ、バブルスライムキング。キングバブルスライムってこと。ちょっと待って、なんか姿が見えないんだけど。ちゅうか、これさ、めちゃくちゃ怖いんだけど、うん、ここ。何が。いや、私、強度のビビりだから。この、こいつか、この豚と人間のハーフみたいな。はい、こいつの鳴き声めちゃくちゃ怖いんだけど。いや、そいつの鳴き声じゃないね、それ。あ、この高い声のやつでしょ。うんうん、これはね、本当はあのイカみたいなやつの声なんだけど、空飛んでるやつだよね。いないから、多分このキング
バブルスライムの声なのかもしれませんね。ちょっと上から叩いてみましょう。あ、バブルキングという名前みたいですね。かわいそう。一応ダメージ12とか10通ってるんで、結構通ってる方かな。はい、結構通りますか、一旦。あ、全然。あ、いいね、いいね。4ぐらいしか受けなかった。よかった、よかった。うん。なんこのまま。これやばい。なんか、やばい。よだれ出てるね、この人。めっちゃ怖いんだけど。よだれ出てる、よだれ。これは、ネザー超怖いんだけど。そうね、さっきも聞いたよ。うん。怖いよね。やばいな。いや、なんだろう、あのマグマのもう壁みたいなのが滝みたいな壁みたいなさ、これえらいことになってる。もうなんかこれが全部マグマっていうのが恐ろしいな、うん、ねえ、やつから毒毒ヘドロが手に入ってた。あ、まあ相変わらず私武器はね、まだブーメランを作れていない状態なので、うん、その辺はねしょうがないかなって。まあ気長に、うん、やっていきましょう。はい。なんかそっちの方、ね、結構敵がたくさんいる。もうその丘っていうか、あ、こっちめっちゃ広いよ。ほら、うわー、これちょっと待って、戻れるかい、うん、うわー、一応ろうそくをたどれば戻れると思うんだけど、もう完全、うわ、あ、なんか目印に石とか持ってきたかったね。あ、私石ある、石ある。あ、ポイポイ置いていったら。そうする。これ絶対戻れない、戻れない。うわー、広い。これも広いね、本当に。こっちもバブルキングがいますけども。うわー。うん。ぜひとも遺跡を見つけたいところなんだけども。なんか、こうあれの時に、うんうん、クリエイティブモードの時に、はいはいはい、こうなんとなく行ったことはあるんだけど、基本的にないんだよね、ネザーって冒険したことが。それまずいね。まずいんか。あのね、遺跡怖いよ。マジで。普通の状態で行くと怖いよ、あそこ。普通の状態、うん、クリエイティブじゃない状態で行くとね。なんかね、いっぱいあるよ。いっぱいある。何があります？なんか敵もいるしね。うんうんうん。あ、なんか見て見て、ここにね、また壺があるよ。前もあった壺。はいはいはい。どれでしょうか？ここ。ポツン。あ、ほんとだ。ちょっと、これを置いて。じゃあちょっと一回、力の種を食べて、壊してみましょう。うん、そんな、なんかあんの？何が起きるかわかんないから。マグマが、マグマできた。マジか。何これ、何これ。まず。危ない。きっと止めるよ。止めよう。で、そんなことあるの？いや、これ、ちょっと。嘘でしょ。ちょっとさ、なんか大きさの割に入、内容量がちょっと多すぎないか。なんか、なんなんその冷静な感想みたいな。500ml のペットボトルからなんか5リットルぐらい出てきた感じだった今。ものすごかったけど。こちらにはね、バブルキングがいらっしゃいます、ね。子供のくせに超キモい声。子供のくせにキモい。なんか、ブヒーみたいに言ってたよ。いや、まあ、ピックマンですから、ブヒーは言いますよね。あー、ほんとだ。バブルキング。燃えてないか、それ。バブルキングがね、あのね、毒をどうやら出すみたいですね、バブルキング。よし、じゃあ、助太刀つくまつる。バブルキングのよだれがなかなか可愛いですね。ちょっと、アホの子みたいな。アホの子みたいになってますね、これで。怖え、めっちゃ怖え。あ、銀貨を手に入れてる。おぉ。銀貨か。いいじゃない。毒牙の粉っていうのも手に入りました。ああ、それもなんかまあ役立ったような気がしますね。これほんと広いね。ねえ、この先ちょっとなんか、なんだろう、あ、もうでも、なんか丸い敵、うん、丸い敵がいるよ、ここ。あ、丸い敵ね、うん、
なんか丸井のあのデパートのあの。なんで丸井が突然出てくるの。おかしいでしょ。丸井的ななんかファッションをした誰が。違います。本当だね。丸井人。おお、かわいい、かわいい。かわいい、かわいい、かわいい。明治モモンジャ。明治モモンジャ。おお、まあまあ、モモンジャ、美味しそう。モモン、最近、モンジャ食いましたね。そういえば、ツイッターで見たわ。モンジャ食ったね。おお、え、後ろからエライド来てるぞ。何何もう、本当にね、いつか埋める。いやいや、ちょっと、いや、本当にいるやん、あれ。どこよ。いや、ほらほらほら。あ、本当だ。いや本当ですよ。ああもうね普段の行いがさ、ほらほらやばいでしょあれ。もこっち来る来るか。絶対やばいやつやでこれ。これしどう？誰？ボストロールだね普通に。あダメージあいった。早っ。あやっぱ落ちた。溶岩のダメージも食らってたんだろうね。うんうん。怖いわ。なんかね棒持った魔法使い？あ本当だ何あれ。怖い怖い怖い。一応あれだね。力の種食ってなんか飛ばしてくる系かな。魔法使うんかな。あ、剣を持ったゴーストみたいなやつだ。おおーこれちょっとなんかあれ亡霊剣士、亡霊剣士からね、亡霊剣士やばいぞこれ。強い。結構ダメージ食う。本当だ。あごめんなんか殴っちゃった。亡霊剣士から4ダメージ。たまに銃とか食らったりするから、うんうん、これ気をつけた方がいいねこれ。私かもしれん。大丈夫か。いける。一方が約束食ってるときはカバーするっていう。ナイス。お。エンダーパール手に入った。おお。その。これ。なんか寄り道ばっかで申し訳ないけど、その左奥もまたでかいのがいるよ。うん、マジで、うん。さっき溶岩の。新しい。あこれさ。何あれ。しかもなんか洞窟内かやあの。やべえ。本当だね。なんかあるな。っていうか、あれボストロールのもっと強いやつじゃない？でかいんか？もしかして。色明らかに肌の色が悪い方になってるもんね。毎日カップラーメン食べてますみたいな顔色になってる。やばいねこれ多分。それはこれはこれまずいタイプなんじゃない？本当？どうだろう分かんない。戦ってみる。おマグマに突き落としてみるか。どう？ちょっと待って、あのね、違う人もいる。どこ？あ、ほんとだ。あの、メラとか。あれ？なんかこいつに、トロルキング。あ、ほんと？あれ？なんだこれ？トロルキング届かない。なかなか届かないんだけど、これ実体どこにあるのかわからない。え、何これ？あ、なんかね、私はケムンクルスっていうのを殴ってる。うん。私もケムンクルスにはね、トロルキング来た。トロルキング。ケムン、ケムン、ケムンクルス。なんだこいつ。結構強いぞ。これさ、しかも、わ。結構強いよこれ。おお、やったやった、ナイスナイスナイス。ナイスナイス。よし、奥のデブやろう。これ。すまん。ちょっと殴ってる。だいぶダメージ。多分その辺の敵よりも。まあまあね、食らいますね。そうそう、ちょっと結構いい装備してるからね。かなり、ね、そうそうそう、攻撃20だからね。これ非常に最後の方はトロルキングの金玉を必要に攻撃してる感じではありますね。ちょっと煽りだったからね。どうだ。ちょうど先ほど金玉釣りっていうあれをすげえ検索してましたからね、二人で。これ金玉釣りがすごいんでみたいな。なんかね、ツイッターの画像にね、ひたすら猫の金玉が、うん、あなんか向こうにね、とんでもないあの恐竜がね、あゴロゴロいますね。いるわ。あっちはやばいね。あれってなんかの洞窟につながってるってわけじゃないんか。ただのくぼみ？くぼみっぽいですね。でもなんかもしかしたらその穴が続いてるかもしんない。行くだけ行ってみるか。遺跡って普通どこにあんの？遺跡ってちゃんと遺跡の材質というか形してるんで、こんなくぼみにあるわけではないんですね。めっちゃ怖いんだけど、いろいろ遺跡が本当に見つかったらこれね、運がいいですよ。よし、下行ってみましょうか。どう？怖いな、ここ。怖いですね、これ怖いですね。
穴ですね。穴が続いてますね。あ、でも終わりましたね。はい、道か。冒険終わりました、これ。あー、すごい、本当だ。あー、こうなってたのかな。普通ですね。うんうん、またいつもの。広っ、真っ暗、ここ。真っ暗だよ、これ。なんか、いる？あ、なんかいる。すごい。なんかいるね。あ、いる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 。下半身だけ見えてる人とかいるよ。見える見える。うわ、これは、やばくない。ちょっと待って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 。やばいやばい。これは後ろに下がりながらすまんすまんやった方がいいんじゃないか。なんか止まってる。なんかめちゃめちゃ来てるけども、これはお面かぶったみたいなやつもいるよ。やばいやばいやばい、やばい、怖い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 。なんかでもね、そんなにそんなにダメージは確かに食らってないけど、薬草、薬草こまめに食べて、なんか、いや、薬草さまさまだな、これ。めちゃくちゃマイクから離れてた。お、一人、一つ達者。めちゃめちゃマイクから離れてた。怖くて。さすがですね。たまに遠くに行きますからね、篠宮さん。かわいい、敵、おお、レベルが上がった、しかも。上がりましたか。おめでとうございます。ありがとうございます。おお、なんか、食らっとった。やっぱこういった修羅場を生き残ってこそレベルがやっぱ上がっていくっていう。まだいるじゃないか。奥にね、あの、キングの方かな。キングいますか。ここら辺ちょっと見えないです。真っ暗。あんまり深追いするのは怖いな。敵はでもいなさそう。いなさそうですか。うん、ちょっとろうそくだけ置いておきましょうか。メダルが。めちゃくちゃ広いわ。うん、広いね、これね。まあまあ、でも、うん、とりあえず行き止まりかな、これは。行き止まり、これ。うん、ああ、うん、行き止まりですね。うん、ということは、このトロルキング。その辺もすごい数。やばいな、これ。食べないと。やばいな、これ、やばいな。ああ、来た来た来た、ゆっくり来てる、ゆっくり来てる。トロルキング。これ、集団で来ないかい。いやー、やばいね、なんか確かに。おー、なんだ、シルバーデビル。おお、シルバーデビルを巻き込んでる。やーべえ、続々来てるぞ。後ろに下がりながらやったほうがいいじゃないか。あ、でもこっち来てないから、これを。やばいやばい、キラーマシン来てる、キラーマシン。お、これまずい、これまずい。お、マジで囲まれてます。これはやばいな。いや、行った行った行った、逃げよう。どこに、そこに、これだ。やっべ、やっべ、死にそう、死にそう。いやー、これね、死にそうになったらちょっと薬草でね、しのぐけど、ちょっとね、こっち3匹。あー、死んだい。マジでマジで逃げるわ、とりあえず。いや、非常にね、これね、やばい状態になってました。これはきつい。あれきついね。トロールが、あ、大丈夫か、振り切ったかな。あ、いやー、まあすぐ戻りますよ、そっちの方に。シルバーデビルが一番強かった。シルバーデビル、シルバーデビルも強かったんですが、うん、あのキラーマシーンみたいな、あ、キラーマシーンですね。うわ、もう強かったですね。あ、でもトロルキングがめちゃくちゃ強くて、うん、一撃27ダメージずつ食らってた私。シルバーデビル20、これやばい、ね、やばい、もう明らかにやばいよ。シルバーデビルも20代なんで、ちょっとそこ逃げた方がいいかもしれません。あ、私もアイテム回収だけ行って、そうだね、軽く見ていきますよ、それ、うん、ここはちょっと手に入れて、うわー、プラチナ装備はちょっと回収したいところです。やばいやばい、超やばい、これはやばい。どうしたどうしたどうした、ちょ、何が起きた何が起きた、そのシルバーなんたらが来てるか。やばいな、シルバーデビル来てるな。いや、そんな嬉しそうな。シルバーデビル追ってきちゃったな、これね。もう脇目を振らずに逃げてください、逃げてください。さあ、アイテム無事回収できるでしょうか。これ応援だけするわ。逃げ道の確保しとく。 OK、 頼んだ。振り切っていこう、振り切っていこう。よし、
よいしょ、アイテム手に入ってる。お、素晴らしい。いやー、やばかったね、これ。いけた？うん、いけた、いけた。すごいな。おー、回収することができました。すごい、すごい、すごい。あ、来てる、来てるよ。大丈夫か？めっちゃ、めっちゃ反応してるけど、大丈夫そう。あー、よかった、よかった。いやー、無事回収できました。相変わらず、たくましいね。ポストロールいなくなってます、ね。あれ、本当だ、なんだこれ。消えるんだな。キラーの進化16くらったんだけど。こいつめちゃくちゃ。バラつきがあるのか。あやばい、やばいやばいやばい、私やばいやばい。え、あ、回復薬、薬草食ってる。ちょっと、めっちゃ剥がれんな。いや、私めっちゃ狙われてるんだけど。狙われてんな。なんだろう、あいつ、私を必要に、その武器をいただきたい。あ、キラーマシンを倒そうぜ。お、ナイス、いったいったいった。なんか、ナイス、なんかドロップした？ね、やつは特に。マジか。特にやつは落としていませんが。せこいね。せこい、せこい。ちょっと苦労したらさ、なんかあんのかな。ちょっとせこいね。こっちもでもまあ、うん、まあじゃあ当初の予定と向こう行き止まりっちゃ行き止まりですかね。あー、滝の方か。なるほど、なんだっけ、向こうに行こうとしてた、なんかどっか行こうとしてたよね。そうね、向こうに渡ろうかっていう話をしてたんだよね。あっちの方までね。これはただの、ただアップにしても遺跡がなんかこう見えてるわけではないんで、表示されてないだけの恐れもあるんで、この海を渡りましょうか、うん、マグマの。オッケー。うん。うわ。ここから、この一番陸がある。お、なんか、コロ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 してるやつがなんかいるけど。あ、ほんとだ。え？何これ何これ何これ、ダースギズム。おぉ。雲ですね。雲のお化けですね、これ。雲。痛いぞ、結構痛いぞ。結構痛いぞ、これ。これ。結構、この、ほんと、プラチナ装備じゃないとここ絶対来れないな。いや、皆さんもこれ気をつけてください。この、ここに来るときは、ちょっとプラチナ装備以上じゃないと、多分ネザーは無理ですね。ガッサガッサと、HP が。削られていく。よし、ここにちょっと、これ、置きながら、行きたいと思います。あー、こういうの怖いんだよね。よーし。これでとりあえず、繋がりましたけど。お、早っ。うん。どうでしょうか。うわ、いいな、ここ。特に、この先に、また行きましょうか。キノコめっちゃ。地獄に生えてるキノコっても、絶対毒キノコでしょ。そう、なんか。広いですね、この先もね。あー、もうまさに、あ、なんだ、あの5段、6段重ねぐらいの、え、6段重ねぐらいの後ろ姿が見えるんですけど。もうほんとだ、あれはなんだ、あの哀愁漂う、かわいいよ。これはぜひとも退治したい。来た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 、うわ、かわいい、スライムカラー、かわいい、スライムカラーだって。ナイス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 、やったれやったれ、おお、イエーイ。なにこれ、これなにこれ、なんか何か落ちてるよ、酒みたいな。ちょっとじゃあなんか変なもん捨てて、あ、なにこれ、花の蜜というのが手に入りました。すごいかわいい。うん、どうやら花の蜜で、あー、なんかこうドラクエに馴染み深いこの新刊の、うん、帽子とか、新刊のエプロン、グローブとかね、うん、そういったものが、作れるみたいです。あと馬の糞と合わせてさえずりの蜜みたいなのが作れる。合わせたくない。合わせたくないね、これね。もうだって馬糞と。できるだけ合わせたくないですね。うん、いや、なるほどね。こういったものも追加されたんでしょうね、要素的にはバージョンアップでね。可愛かったな、でも今の。ね。あいつ、なんか欲しいな、あの、オブジェ。うんうん。ね。結構。こっちの陸地まで行きましたが。
これは何だいこれ。これはね、この上に乗ると足が遅くなっちゃう参道だったかな。はあ、はあはあ、ね、なんですよ。ソウル参道だったかな。なるほどなるほど。うわわ弓系の人。まずくないか弓系の人。これはやばい、これやばいわ、これやばいわ、逃げたほうがいい。33も食らってるダメージ。33も食らった今。まずいまずいまずい。これ毒ズキン系の。毒ズキンの火じゃないぞ。待って待って、なんかなぜか逃げようとして近づいてる。毒ズキンの火じゃないぞ、あの攻撃力。やばいやばいやばい。33とかちょっとビビッターだし。うーわあ、カニに襲われてるなー。しげめさん大丈夫かなあれ。結構強い。あ、カニ、カニに助け立ちしましょうか。はい、じゃあ助け立ちいたす。はい、今向けている。またぬか、また所要感に来る。ちょっとなんでそんな。またぬか、またぬか。どこ行った、どこ行った。いた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 。王冠でよく見えない。敵か味方が。敵か味方が。味方です。ノートノート。オッケーオッケーオッケー。いや、そんな強くないんじゃない？でも。なんかでもしつこいっていうか長っ。しつこい。しつこい。これやばい。お。よし、キラクラブ。危な。毒ガの粉と何かが入ってますけど、ね。なんだろう。命の石だ。あ、なんかね、なんかさ、うん、わ、湧いたっていうか、はいはいはい、で、うわ、何あれ。で、しかも左側にワニみたいな。竜？ワニ？あ、ドラゴンクエストの、うん、あの、もう代表的な敵、これドラゴンですよ。しかもさ、その上に武装した敵が、うん、本当だ。っていうかね、うん、あのドラゴンも色が本当は緑なんだけど、うん、エメラルドグリーンみたいな色してるんで。そうだね、もしかしたらドラゴンの上位かもしれませんね。あ、ここは多分手出さない方がいいんじゃないかな。やっぱまあ言っても、うん、まだまだ、いや、ね、我々こう先走って今このそうだ、ね、ここに来てるけども、うんうん、実際ちょっとまだ早い早いぐらいの勢いですからね、うん、怖い怖い。なんか遺跡あればいいんだけどな。遺跡行きたいな。何、まあ、素材は違うんだっけ。とりあえずまあでも今回はこのぐらいにして、うん、遺跡が見つからない感じではありますけども、うん、少しずつ少しずつこう前進していって、まあ、遺跡見つけていきましょう。はい、うん、そんなわけでお疲れ様でした。お疲れ様でした、チャンネル登録は PC の方は画面のアイコンから、携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。